東京湾要塞とは、東京湾周辺の防衛を目的に設置された要塞。三浦半島及び房総半島に設置された砲台、開放で構成され、これらの施設を総称して東京湾要塞と呼ぶ。管理は陸軍の東京湾要塞司令部が行い、終戦時は第十二方面軍令下の東京湾兵団に属していた。明治時代に建設が始まり、 築地設備を増強しつつ、太平洋戦争の終了時まで運用された。東京湾要塞は、東京湾に侵入する敵艦艇を撃退し、大日本帝国の帝都、東京及び横須賀軍港を防衛する目的で、明治政府によって1880年より建設が開始された東京湾周辺の軍事施設の集合台で、最初は新国北洋水し次に、 ロシア太平洋艦隊の来航を想定しての施設であった。主要な設備は、千葉県館山市の須崎から、富津市の富津岬にかけての沿岸と、浦賀水道を囲む形で、神奈川県三浦市の城ヶ島から、横須賀市の夏島にかけての沿岸に建造された沿岸砲台、さらに三つの開放からなる。運用期間は、約60年にわたり、その間には、 日清戦争、日露戦争、太平洋戦争といった大規模な戦役があり、継続的に設備の強化が行われたものの、一度も実戦を経験することなく、太平洋戦争での終戦とともにその役目を終えた。現在では解放を含む一部の砲台跡が残され、観光資源として活用されている。東京湾要塞は1880年の 関論崎砲台着工から建設が始まった。1894年の日清、戦争勃発直前に臨時東京湾守備隊司令部が置かれ、翌1895年の要塞司令部条例発令と同時に東京湾要塞司令部が正式に発足。司令部は横須賀市場町に置かれた。東京湾で最も幅が狭い東京湾湾後部が防衛線とされ、 日清戦争までには、横須賀軍港周辺の8カ所、観音崎、橋宇ど地区の15カ所、ふつ岬の1カ所、第1海放の累計25カ所の砲台が、完成していた。ただし、日清戦争当時は、未完成の設備が多い上に、砲弾備蓄は少なく、十分な防衛体制が整っていたわけではなかった。日清戦争後には防御計画が策定されて、 要塞を構成する各砲台の役割が明確化され砲弾の備蓄も進められた。日露戦争では戦線復刻前の奇襲に備え、東京湾要塞は1904年2月6日から戦闘体制に移行した。同年7月にはロシアのウラジオストック艦隊が東京湾外で活動したこともあり厳重な臨戦体制が取られるが艦隊は 東京湾に接近することなく帰祷したためこれは、ほどなく解除されている。なお、旅順後遺戦においては、東京湾要塞が持つ28三地榴弾砲のうち、米が浜放題より6門、箱崎砲砲台より8問、第4問、弾薬が旅順へと送り込まれ、第2回旅順総攻撃以降ロシア軍陣地攻撃、旅順攻補攻撃に使用されている。 1923年9月1日に発生した関東大震災では、要塞司令部の建物や各所の砲台、倉庫が被害を受けている。特に第2、第3回砲の被害は大きく、修復は困難と判断されて、両回砲はそのまま除石となった。第1回砲は、浅い海域に造成されていたため被害は少なく、震災後も運用が継続された。また、 震災で通信設備が破壊されたことから、要塞施設間の通信には、電書バトが活用された。復旧計画には被害を受けた砲台の復旧だけで、なくしん放の建設も織り込まれ、震災復旧としての要塞整備は1941年度まで続けられた。昭和時代に入ると、軍縮によって廃艦となった海軍主力艦の大口径艦砲が、 海軍から無償で遺憾、設置されるようになる。その中には、戦艦、巡洋戦艦の手法であった12インチ砲も含まれており、美砲の強化によって射程と威力が増大した。より幅の広い水域を防衛できることが可能になり、新たに三崎地区や房総半島先端部に砲台が新設されている。これにより、東京湾要塞の防衛範囲は、 従来の東京湾湾後部から東京湾手前の浦賀水道に拡大し、さらには相模灘や相模湾も射程に収めるようになった。須崎、大房岬崎、三崎地区からの車線、その奥の海放横須賀近辺からの車線を第2戦とし二段構えで東京湾の防衛が可能となったのである。1941年に、 太平洋戦争が開戦した後も東京湾に敵艦艇が侵入することはなく、東京湾要塞は戦闘を行っていない。しかし、1945年に入り、アメリカ軍による反撃が激しさを増し戦線が次第に日本本土に近づくと、東京湾要塞でも本土決戦の準備が進められた。アメリカ軍艦艇の東京湾侵入を防ぐべく、 砲台の増設が行われている。また、東京湾に侵入する潜水艦を警戒し、防戦網や水中常温機の設置及び機雷敷設が行われた。しかし、実際には、東京湾海上に脱出した爆撃機搭乗員を救助するため、アメリカ潜水艦がたびたび東京湾に侵入していたとされる。2015年3月10日、佐島砲台跡。やと、 千代が咲き放題跡が東京湾要塞跡の名称で国の史跡に指定された。明治以降の軍事関連施設では初の指定になる。観光資源としての活用も行われており、佐島放題跡は一般観光客も見学が可能であり、千代が咲き放題跡は一般公開に向けて整備が進められている。第二解放は安全上の理由から立ち入りが禁止されてきたが、 2019年からは民間業者主催のツアーに参加することで上陸、見学が可能になった。県崎放題跡、大房岬の単焦島格納庫と第1開放の移行、第2開放の移行第3開放の移行東京湾要塞の重要な設備として、東京湾入り口の最強部である、富津岬と観音崎の間に造成された人工島、開放がある。開放には、 砲台と砲台を運用するための設備が備えられ、浦賀水道の沿岸砲台を突破した敵艦艇を海上から砲撃する任務を持っていた。このため、各海砲の美砲は横須賀川の佐島や橋渡の砲台と合わせて全体で浦賀水道全体を射程に収めるように配置され、沿岸砲台と強調して敵艦艇を左右と前から攻撃する体制が取られていた。 解放は、ふっつと観音崎を結ぶ、戦場に3カ所建設され、ふっつに近い方から第一、第二、第三と番号が振られている。解放は、明治の中頃に建設が始まり30年にわたる、海上工事と多大な工事費、及び犠牲者を出しつつ、大正時代に完成を見て15センチか農法などが配備された。しかしながら、難工事の末に、 第3回法が完成した2年後の関東大震災によって、第2、第3回法が被災、復旧は困難との判断になり除籍され、第1回法のみの運用となる。第3回法は特に地震による被害が甚大で、4.8メートルも沈下し全体の3分の1が水没してしまい、その後も少しずつ浸食が進み暗証となってしまう。第3回法は、 東京湾の船舶高校において大きな支障が出てしまい、2000年12月から2007年8月にかけて撤去作業が行われた。第一、第二海放は現存しているが、老朽化した第二海放の護岸が地震で崩壊した場合に土砂が隣接する航路まで流出する恐れがあることから、第二海放では護岸整備工事が行われている。また、第二回放には、 海上保安庁によって灯台が設置されている。富津岬の千葉県立富津公園展望台からは、これら海放周辺は一望にでき、浦賀水道を守る解放の配置を伺うことができる。ありがとうございます。